戦闘機技術の新時代が到来している現在、日本、イギリス、イタリアによるグローバルコンバットエアプログラム GCAP が2035年の実戦配備を目指し、世界の航空防衛産業でリードしています。一方、アメリカのニュージェネレーションエアドミナンス、NGAD やヨーロッパ諸国のフューチャーコンバットエアシステム FCAS も2040年代の実戦配備を視野に入れ、競争は激化。さらに、ロシアや中国も、第6世代戦闘機の開発を進めているとみられ、グローバルな航空力の均衡が再編されつつあります。この新たな技術競争は、国際的な軍事バランスに、どのような影響をもたらすのでしょうか？その先にある未来の戦場を、ここに詳しく深掘りしていきますね。2024年の現在、西側諸国の戦闘機の開発は、いわゆる第6世代機と呼ばれる機体が最先端となり、我が国、日本とイギリスとイタリアによる GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が2035年の実戦配備を目指し、先行していると考えられている。それに続くのが、アメリカ軍の NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンス。フランスとドイツとスペインによる FCAS、フューチャーコンバットエアシステムで、こちらは2040年代の実戦配備を掲げている状況にある。ロシアや中国も、こうしたいわゆる第6世代戦闘機の開発を基としていることは想像に難くないが、現状では、西側諸国の前述した計画に比して漏れ伝えられる情報も少なく、それらよりも進捗は遅いと見る向きが多い。ことに、ロシアについては、現在進行形のロシア・ウクライナ戦争の渦中にあることも作用し、次世代の第6世代機以前に、最新の第5世代機であるスホイ57の量産化も立ち遅れているとの指摘もあり、順調な推移は望めそうにないようにも感じられる。そんな中で、現在は、いわゆる第5世代戦闘機が、実戦配備においては、最新の機体という位置づけとなっているわけだが、ここには、アメリカの F-2 にラプター、F-35 ライトニングに中国の J-20 などがすでに存在することが知られている。そうした状況下、世界初のいわゆる第5世代戦闘機の先駆け的な機体となったのがアメリカの F-2 にラプターであり、同機はロッキード・マーチン社が主管を担い、これにボーイング社が参画する形で開発されたことで知られている。アメリカの F-2 にラプターの初飛行は、現在の2024年から27年ほど前の1997年9月まで遡り、実戦運用は2005年から開始された経緯を持つが、そこからもすでに19年が経過し、2022年末の時点で運用可能な数は183機ほどと、非常に希少な機体と言えそうだ。もともと F-2 にラプターを正式採用したアメリカ空軍では、当初は750機ほども同機を調達する計画を持っていたが、1991年に旧ソ連が自然崩壊し、長らく続いた東西での冷戦構造が終焉を迎えたことで、段階的にその数は減らされていった。いわゆる強敵な第5世代戦闘機の要件としては、機体そのものの高度なステルス性能、全世代機よりも格段に強化された火器管制レーダーの搭載、アフターバーナーを、未使用でも超音速巡航が可能な飛行性能の3点が挙げられることが多い。こうした定義自体が実際に登場した戦闘機の性能から後付けで行われる傾向にはあるものの、アメリカの F-2 にラプターは従来の第4世代機で最高の星空戦闘機と目された F-15 イーグルを多くの面で凌駕しつつ、この能力をクリアしていると言えよう。そのような状況から、F-2 にラプターの企画元であるロッキード・マーチン社は、F-2 にラプターの特性は、高度なセンサー類を用いた友軍とのデータリンク、機体そのもののステルス性能、従来機よりも、格段に優れたメンテナンス性を上げている。F-2 にラプターが企画される契機となったのは、アメリカ空軍が1981年に打ち出した ATF、アドバンスド・タクティカル・ファイター、先進戦術戦闘機計画だが、そこで求められた機体の能力とは以下のような内容であった。それは、敵機に先んじて、友軍機が、
その存在を探知、発見し、搭載する兵装によって先制攻撃を行い、敵機を複数にわたって排除するというコンセプトで、これを実現するべく、機体そのものステルス性能や高度な火器管制レーダーの搭載が求められたと言えるだろう。これは、まさに、今の時代に、各種の兵器の分野において標榜されている、スタンドオフ攻撃能力を戦闘機において実現させるものであり、自軍の戦闘機をより安全なポジションにおいて損耗を避け、敵機を排除するというものだ。こうした F2 にラプターに求められたコンセプトを踏まえてみれば、すでに、戦闘機同士の有視界戦闘というシチュエーションは、脇に置かれた感もあるが、同機は、双発の機関部を備え、最高速度は、マッハ 2.0 を確保するなど、まだ、近距離戦闘での機動性の確保も合わせて行われている。そんなロッキード・マーチン社が企画した F2 にラプターであるが、その開発は、アメリカ空軍のコンペティションに応じる形で始められたため、テスト時には YF22 と呼ばれ、当時のノースロップ社とマクドネル・ダグラス社による YF23 と、正式採用の座を争った。YF23 は、今見ても、比較的に従来機により近い保守的とも感じられる YF22 よりも、精神的なデザインを採用しており、主翼は、両翼を上面から見ると、完全な菱形の形状で、2機の機関部の外側に向けて傾斜角の付けられた尾翼が特徴となっていた。機体本体も YF23 は薄く流麗な形状にデザインされており、先の尾翼とも合わせて最高速度やステルス性能といった観点からは、ロッキード・マーチン社が企画した YF22 よりも数値上は優れていたとも伝えられている。ノースロップ社が企画した YF23 には、ブラックウィドウニという黒ゴケグモを意味するペットネームが付与されたが、これは、同社が、第二次世界大戦末期の1944年に投入した、双胴形式の重兵装の夜間攻撃機にちなんだものと言われている。YF23 自体は、テスト用に2機が試作されたのみにとどまったが、それぞれ、個別のペットネームが与えられ、1機目の PAV-1 はスパイダー、2機目の PAV-2 は、グレーゴーストという名称が機体内部のドアに記されていた。アメリカ空軍は ATF アドバンスドタクティカルファイタ先進戦術戦闘機計画において機体としてはロッキード・マーチン社が企画した YF2 にノースロップ社が企画した YF23 を比較して検討した。そして機関部についてはプラット&ホイットニー社製の YF119PW100 そしてゼネラルエレクトリック社製の YF120GE100 の2種類をやはり競合させる形をとったため、ノースロップ社が企画した YF23 の2機にもそれぞれが搭載されてテストが行われた。YF23 には、1機目の PAV-1 スパイダーに、プラット&ホイットニー社製の YF119PW100、2機目の PAV-2 グレーゴーストに、ゼネラルエレクトリック社製の YF120GE100 が搭載され、機関部では全社が契約を勝ち取った。これらの ATF アドバンスドタクティカルファイター精神戦術戦闘機計画用に用意された機関部、プラット&ホイットニー社製の YF119PW100、ゼネラルエレクトリック社製の YF120GE100 は、後者の方が強力で、推力や速度の面でも上回っていたとされる。しかし、アメリカ空軍は、推力などの性能で勝りつつも、構造が複雑で高コストだと、ゼネラルエレクトリック社製の YF120GE100 を判断し、低コストで要求された推力の確保は、できていたプラット&ホイットニー社製の YF119PW100 を選択したと伝えられている。機関部が、推力では、若干劣りつつも、低コストでメンテナンスも容易と判断されたプラット&ホイットニー社製の YF119PW100 に決まったことで、機体も、より小型のロッキード・マーチン社が企画した YF22 が選択されたというのが通説となっている。こうして、ノースロップ社が企画した YF23 は、後にアメリカ空軍に正式採用されて、F22 ラプターとなった YF22 に敗れた形となったが、前述した通り、その F22 ラプターも度重なる調達数の削減に直面し、商業的に成功したとは言い難い感も拭えない。2024年現在、
世界の戦闘機開発は第6世代機に突入しており、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが、その先頭を走っています。このプログラムは、日本、イギリス、イタリアが共同で進行中で、2035年の実戦配備を目標に掲げています。アメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンス、そして、フランス、ドイツ、スペインが進める FCAS、フーチャーコンバットエアシステムも競争に加わり、2040年代の実戦配備を目指しています。この戦いには、ロシアや中国も参加しており、彼らも、第6世代戦闘機の開発を推進しているとされていますが、情報は限られており、西側諸国に比べて進捗が遅れているようです。特に、ロシアは、ロシア・ウクライナ戦争の影響で、スホイ57といった第5世代の最新戦闘機の量産も遅れが見られます。これらの動きは、将来の空中戦の様相を大きく変える可能性があり、各国の安全保障政策に深い影響を与えることでしょう。現代の空戦能力を大きく左右するこれらの開発競争は、今後の国際関係において重要な要素となることが予想されます。